宙と言った。僕の名字は図らずも宇野でございますが、このそう、宇宙は広大です。ものすごい時空を超えてっていうことはね、時間と空間を超えて、そう、典型的なのは宇宙です。それで宇宙と同じものをあなた持ってる。あなたの体です。私の体と同じシステムですよ、宇宙は。もっと、人間一人の体の中に60兆の細胞がある。その中にミトコンドリアやいろんな素晴らしい法則がある。60兆の細胞が宇宙と同じ法則なんです。僕は創造者の神をおると信じますよ。こんなもん人間が作ったわけではない。僕の父母が心臓を初めに動かしてくれたわけではない。こういう顔を作ろうとか、こういう男前にしようとか、こういう不細工にしようとか、親は何もしてません。何もできないんです。だから私たちはヨハネの福音書を、まあ、これから一緒に学んでいくに際し、聖書はそういうスタートをしているんです。宗教じゃないんです。造物主がおる、創造主がおる。人間は創造主から離れてしまった。だから終わりの時代を迎えるって言ってるわけです。これは変わりません。なぜ？法則だから。すいませんが、1ページをもう一度ご覧ください。一番初め、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られたって書いてある。だから作り主が来たと言ってるわけです。来たという意味は下の14、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。創造者の神が人の姿をとってきて、私たちはその方の栄光を見たって言うんですから、まあすごい、すごいね。これは2000年前に書かれたんですよ。何にも衰えてません。ヨハネの福音書は今も世界が認めてるわけです。さらに18、今なかつて神を見た者はいない。それはそうでしょうね。作り主なる神を見た者はいない。宇宙でも橋を見えないんです、人間は。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされた。だから創造主なる神がどういうお方であるかということを、父の懐におられる一人子の神が表したって言ってるわけです。これ面白い言葉でしょ。もう一遍すみません、18、いまだかつて神を見た者はいない。創造主なる神、父の懐におられる一人子の神です。父の懐におられたじゃない。父なる神、神と一緒におった方がたじゃないんです。父の懐におられる一人子の神と言ってるわけです。だから神が人の姿をとってこの世界を歩かれたけれども、それは常に父の懐におられる一人子の神だって言ってます。だからヨハネの福音書を書いたヨハネという人は、私たちはその栄光を見たって言ったわけです。とんでもないものを見ちゃった。私たちはその方の栄光を見た。ほんでこのヨハネの福音書を記録したわけです。もう一つの言葉、いい、その左下ですね、いい。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ちょっと日本人には馴染めないね、神の子羊。僕はね、世の中で一番可愛らしくて一番愛らしくてね、抱きしめたくなるのは何だ、子羊だと思うよ。そらもうねえ、ヤギじゃないんです、あれは臭い。子羊ってのはもうほんまにごめん、もう愛くるしいっていうのは。そうですね、犬でも可愛いです、子供の時はね。子羊は最高です。ここだったら六甲って山がありますが、六甲の上に六甲牧場ってのあるね。あそこ行って、ちょうど子羊が生まれる時期行って見せてもらってください。触らせてくれないかも分かりませんが、そらかわいい子羊。しかも神の子羊って書いてあるんです。神の所有である子羊だからもう完璧ね。
イエスのことを言ってるわけです。神から見たら神の子羊イエス。で、その前の言葉、いい。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。世の罪を取り除くってどういうことですか？罪という言葉は、この上にこういう目というみたいな字をひっくり返してるわけです。で、その下にあらずと書くわけね。要するにこれは目なんです。目的。うん、標的。目。それひっくり返してるわけです。なんでひっくり返したか知りません。字を書くのにバランスがいいかもわかりませんが、その標的、つまりこういうことのために作られてるということから外れてる。目的じゃない方向に生きてるという意味です。それは罪なんです。だから皆さん、どの時代どの世界をとってみても刑務所っていうのは必ずある。人間が悪だから。どの世界に行っても警察っていうのはある。軍隊もある。そうでしょ。今東京のこの前の都知事選でも、あの子供の何とか施設を作らなきゃいけない言って、その通りでしょ。だけどそれよりもはるかに多くて、それよりも簡単完全なる組織は何だ、警察です。どこでもある。どの時代でもある。それほど人間というものは悪なんです。ほっといたら何やらかすかわからない。ほいじゃお前おかしいやないか。示せんに申す神、その神によって作られた人間がなんで悪だ、神から離れた。だから分かりやすい言葉で言うと放蕩息子なんです。古い言葉ですね、放蕩息子なんてのはね。もう私はお父さんにいろいろお世話になりましたけど、したいとかありません、もう自分で勝手にほっといて。皆さんも一度や二度はそう言ったんじゃないですか。ほっといてよ。そう、そういう状態なんです。それは優れた頭脳があるんです。人間ですから、科学も進歩するわけです。美意識も強いんです。立派です。だけどもほっといてよ。私は自分の体を自分で作りました。ほっといてください。自分の人生は自分で決めます。俺自分の息子や娘の声聞いてるみたいやと思う人もあるでしょうけど、そう、だから創造主なる神に背を向けた。これが人間の歴史なんです。聖書はそう言ってるわけです。だから科学文明が進歩した、いや政治においても世界で最強の国家、最強の秩序を作った国はどこだ、古代ローマ帝国です。間違いなく皆さんがヨーロッパを中心にいろんなところへ行く、あるいは中東に行く、あるいはアフリカに行く、いろんなところでローマ帝国の遺跡っていうのを見ることができる。